僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。任天堂株をね、買い戻しました。いやー、完璧なタイミングだったね、我ながら。ありがとうございます。結果的に、すんごい安く、バーゲンセールで買えちゃったから、おかげさまで。いやー、でもね、これはたまたまうまくいったけど、僕の考えをそのまんまやっただけで、何にもおかしいことしてないんだよね。いや、うますぎだったね。結果的にすげえうまかったよ。だって、4万2000円で売ったの、1回。10月3日の午前中に42,160円かなんかで売ったのね。で、買い戻したのが10月30日かな？決算発表の後だから10月31日か。10月31日の落ちたところで、そこで拾ってんだよね。33,800円で。33,800円で拾ってるから、すごいよ、もう100万円くらい得してんだよ。90万。で、33,800円で拾って、今35,000円になってるから、もうここで20万円の含み益が乗ってんの。だから、結果的に100万ぐらいこの1ヶ月で得した計算になってんだよ。まあ、つうか、そのまま持ち続けたら、やばかったんだよ。それで、底値でもし売ろうもんなら100万円損してたみたいなもんだから。持ってれば持ってたら別にそのまま、ただ含み損がバーってなって、またちょっとだけ回復したっていう話なんだけど。で、でも僕これさ、すごい単純なことなの。僕の考え、なんでそうしたかっていう単純な考えを教えてやろうか。決算発表がやばいっていうのが9月30日の時点で分かったじゃん。9月30日の時点で、ドラガリアロストの、なんていうの、ランキングとかも全部チェックしてたし、週の売り上げとかも全部チェックしてるじゃん、4ゲーまで、国内のやつは。で、海外のもなんとなく分かるでしょ。海外のどんぐらい売れてんのかとか。そういうのも分かるから、7、8、9月の任天堂の売り上げが、ほぼ分かるわけよ。そこだけ見てれば。で、大きなでっかい上振れのサプライズが何もないし、この期間何もねえじゃんっていう。何もねえんだったら、その3ヶ月のまともな発表って、結局決算発表、その789の売り上げの発表を10月30日にやるってことはもうとっくに決まってるわけだから、だからその10月30日まではこれ外しといていいかなと思っちゃったの。ここ絶対変なの出るから、多分落ちるんじゃないかなって。結局落ちたんだよね。だから、それだけのことなんだよ。だからその10月、9月30が終わって、またいで10月の頭に売って、で、10月30終わったあたりでもし落ちてたら拾おうかなっていう、それだけの考え方。じゃあこの、もう自殺しろっていう人はめんどくさいから、もうさすがに僕ね、温情とかないから、一応 NG にしとくね。邪魔になっちゃうから、せっかくここでいっぱい書いてくれてる人がいるのに、いっぱいそれが出ちゃうと邪魔になっちゃうっていうのが一番嫌なの。自分は何とも思わないんだけど、書いてくれてる人に失礼じゃん。みんなちゃんと一個ずついろんなこと書いてくれてんのに、それをさ、見れなくなっちゃうでしょ？せっかく頭使って書いてくれてるのに、自殺しろって人はもう脳みそ何も使ってないじゃん。同じことをずっと書いてるだけで。やっぱね、だからそれに対しての失礼があるから。はい、そういうわけでね、おかげさまで来年の株主総会、現状今のところね、まあこれからお金に困って任天堂株手放すことももしかしたらあるかもしれないけど、現状今のところは多分ないんで、そんな無茶しないんで、だから来年の古川俊太郎体制初のね、株主総会行けることになりましたんで、よろしくお願いします。いやー、よかった、危なかった。これもしね、でも何かしらのサプライズがあって上行っちゃったらもう僕手が届かないところ行っちゃうからさ、終わりだなと思ってたんだよ。ちょっとリスキーだったんで。そしてね、DNA 株も、テンセントと提携で上昇したけど、僕はこれね、ここで、ちょっとね、危ないなって思ってるのは、明日 DNA の決算発表なの。だから、テンセントでガーッと上がってから、明日変なのが出て、ガツーンってはめ込みパターンもね、想定してるから、だからここで DNA にね、ビッグベットするのは、時期尚早だなと。とりあえず明日の、16時ぐらいに発表になるね、第2四半期の決算を見て、まあそれでずっと上の方に行っちゃう可能性もあるけど、まあすでに DNA 株は一応は最低単元持ってるから、テンセントは中国のね、まあ、でっかい企業なの。もう、中国を牛耳ってる企業が、将来的に世界を牛耳るっていうなんか変な流れ来てるわけじゃん、今。なんとなく中国人お金いっぱい持ってるし。だからそれを、考えると、すごいね、ビッグサプライズになるわけ。DNA が国内に、ローカライズして、すごい流行ってるゲームを持ってくるらしいの。やったことないけど。これをもうちょい、朝一の段階で掴んでればそこそこ取れたんだけどね、DNA 株でも。
でもちょっと僕には難しいな。明日の決算発表がだって心配だし、だってまだそんなテンセントとの提携に関しては何の利益が乗ってなくて、で明日発表されるのは任天堂と同じく7月から9月のなんだけど、よく分かんないけど DeNA で7月から9月に何儲かってんの？何で儲けてんの？なんかやばいんじゃねえの？分かんないけど、そんなに儲かってるイメージないじゃん。DeNA の提携話はね、結局うまくいってないんだよね。でも、それはなんか可能性はあるんじゃない？だって中国でそんだけ流行ってて、巨大資本なわけだし、そのゲームをね、どんぐらいの利益配分でやってんのかよう知らんけど、国内で一応独占して売れるわけだからさ、逆はないって言ってるね。逆。つまり DNA 開発のゲームを中国で展開することはないらしいから、やっぱりどうしても向こうが主導で。DNA ってそういうパターン多いよね。なんか、任天堂主導じゃん。任天堂との協業も。でも任天堂との協業が一番いいのは、株式をすげえ比率で交換してんの。それがでかいんだよ。任天堂が上がれば DeNA もすごい上がるんで、で、あれ交換した時は確かすごい安い時に交換したんだよね。2015年だから多分1万円台か2万円台で交換してるから、だから資産としては結構すごいと思うけど、いかんせんね、なかなか下手っぴというか。でもまだビッグベットはしませんよっていう。明日のとりあえず決算発表を見てどうなるか。発表のタイミングから見てもさ、これはめ込みなんじゃねえのっていう、僕疑心暗鬼になってるから。つまりこのテンセント、この発表のタイミングだって別にさ、選べるわけじゃん。いつ発表するかっていうの、 DNA サイドで。じゃあ11月7日の発表、これ発表しちゃいましょうって言って、でそこでこう上げたら決算発表のヤバさも緩むかなっていう思惑があってのこのタイミングの発表かもしんないから。そうするとこうやってみんなこうやってガーって乗っかった瞬間にドカーンってはしご外して変な決算発表でドカーンって落っこちす可能性あるからね。なんならね、空売りすらね 視野に入れるレベルだよな。なんか怪しい。このね、怪しさにね、すぐに感づかずに、おお、すごいじゃん、テンセントじゃん、やったじゃんって飛び乗るやつが一番の負け組になる可能性を秘めてる。まあ、そのまま上行く可能性もあるけど、あるよね、これね。こういうことよくやってくんだよ、ほんと。怖いよ。あとね、こちらでね、DeNA は球団がお荷物って言ってるけど、球団黒字だからね。黒字経営してるの相当なかなかないから。スタジアムも含めて、今度6000席も増やして、で、2020年の東京オリンピックとかも視野に入れつつ、なんかやるらしいから、球団は実はね、プラスなんだよね。すごいよね、球団プラスでやってんの。だって球団持ってる時点で、ネームバリューとして、企業のネームバリューとしてね、いろんなジジイババア層にまで届くから、持ってる時点でまずプラスなのに、その球団を黒字で経営してるっていうの相当すごいよ。バスケも黒字なんだ。だからやっぱりなんか有能な人がいるんじゃない？そのスポーツ部門。普通は赤字になっちゃうんだよ、球団なんて。でも今、動員数すごい増えてんの、プロ野球、なぜか。千葉ロッテマリーンズなんか、あんなクソみたいな成績なのに、今季で、あれで、球団史上更新したんだぜ、動員記録。最後の方なんてもう、福浦の2000本安打で引っ張りまくって、もう何もないからさ、もう順位も全部ほぼ決まっちゃって、何もやることないから、福浦の2000本安打で引っ張りまくってね、一本打つごとに特殊カードみたいなの発行したりとか、まあ、いろいろ涙ぐましい努力はしてんだけど、それでちゃんとさ、計画をね、更新してんのはすごいよ。だって僕だって言っちゃったんだから、福浦の1999本、カードもらっちゃったし、あれコンプリート力高まるもんな。というわけでね、まあ、任天堂株に僕は復活したっていうことで、そんなのもね、兼ねてですね、こちら。じゃあ、これよくない？京都。京都だけど、ここがほら、スイッチのコントローラーになってんの。これ知ってる？任天堂ライブっていうのは、東京と京都でなんかイベントやったの。僕別にゲームレジェンドやってたから全然興味もないし行ってないんだけど、これね、任天堂のなんか、ストアで買えるんだよ。任天堂ストアで2500円で。これいいよね。で、東京バージョンと京都バージョンがあるけど、やっぱ任天堂といえば京都だし。なんか、外国人が来てそうじゃん。おしゃれじゃない？これ。後ろがちょっとね、思いっきり、イベントのなんか、フェスティみたいになっちゃってるけど、任天堂ライブ2018。11月3日4日は東京の幕張メッセでやってて、で、来週じゃないな、これ。11月23、24は京都でやるんだってさ。後ろはなんかスタッフティみたいで、なんか微妙だけど、こっちだけが良かった。これだったらなんか良くない？京都。これ、2500円だから、こんだけ多色刷りで、2500円は、T シャツの質もいいし、
いやこれタグもついてるし、任天堂ってほらこれお得だよね。任天堂ストアで買えるぜ。前だけだったらいいんだよな、確かに。でもまあ後ろもよくこういうフェスティみたいなんじゃん、夏フェスみたいなので、みんな来てるじゃん、なんかサマーソニックみたいな、なんとか出演アーティストと日付がバーって書いてるやつ、うん、そういうノリなんじゃない。これ2500円は安いよ、質もいいし、そういう広告塔になるっていう価格も込みで多分2500円っていうね、思い切った価格になってるんだと思う。